さてテレサさんですけれども、日本で活躍して長いですけれども、最初日本でどういうふうな歌い手さんになりたいとかってありました？はい、あの美空ひばりさんが募集したんです。あ、ひばりさん、さすがアジアのひばりさん ね、 ね、はい、テレサ・テンさん、またまた日本にやってまいりました、ね、ようこそ。あの今回日本にやってきて、どうしても食べたいなって思ってるものがあるらしいですね。はい、何ですか？松茸。松茸、今年はちょっと豊作なんで作ってまいりました。もうね、松茸って言わなかったらどうしようかと思ってたんですけどね、ズバリハマってくれました。どうしても松茸食べたいっていう情報を入手して、土瓶蒸し、ほらね、松茸ご飯、うん、宝珠焼き。あ、宝珠焼きって言うんですか。うん、これも宝禄、松茸です。これはマリさん、なんて言うんでしょうね、これ。あ、間に何か入って、ふた見焼きっていうの。これ全部松茸尽くしですから、これ全部今歌前平らげたら難しいと思いますので、これ全部取っといて、後で楽屋に出前します。終わったら召し上がってください、ぜひ、ね、はい、他の人にはあげないでも優先的に持ってきますから ね、 ね、じゃあスタンバってみましょうかね、はい、松茸尽くしでもってフルコースでございますけれども、冷たかったらね、あの電子レンジでチンしてちゃんと温かくしてお届けしました。でも、ね、世界中回ってるけど日本に来たらこの時期松茸なんて憎いこと言います ね、 ね、さすがです。すぐですからね。続いて発表いたします。第18回全日本有線放送大賞上半期審査委員会最優秀賞は、ボードナンバー 00R762 愛人のヒットによりテレサ・テンさん、おめでとうございます。審査委員会最優秀賞はテレサ・テンさんと決定いたしました。それではただいまから表彰を行います。ありがとうございます。じゃあ橋野さん、どうぞ前を出ます。それからテレサ・テンさんも前へどうぞ。おめでとうございます。橋野さん、ワーナーバイオニアの橋野所長でございます。おめでとうございました。あの中森さん、昨日がお祝いの日だ。まあ母さんと何よりはい、そしてまた全国への旅も出発される。はい、あの今日はちょうどコンサートでございます、ね、はい、本当におめでとうございます。よろしくお伝えください。それからテレサ・テンさん、ねえ、去年もまた、大きな賞でございましたけれども、どうもありがとうございました。ねえ、日本で半年というテンさんの話でございますけれどもね、さらに一つ、日本だけではなくて各地でご活躍ください。はい、頑張ります。おめでとうございました。それでは表彰を行っていただきます。中森明菜さんはただいま東京でステージの最中ですから、代わってワーナーパイオニア大阪営業所柏哲郎社長がお受け取りになります。表彰は読売テレビ放送荻野敬人制作局長にお願いいたします。表彰状、第18回全日本有線放送大賞昭和60年の上半期読売テレビ最優秀賞、中森明菜殿、あなたの歌ったミアモーレは全国の有線放送を通じ最終の多大なリクエストを獲得し、歌謡界に入力された功績は極めて顕著であります。よってその経過を記念し、ここにこれを表彰します。昭和60年4月14日、全日本有線放送大賞運営委員会、代表、青山一郎です。おめでとうございます。続きまして、副賞の目録、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。よろしく。花束の贈呈です。続きまして、吉田審査委員長から、審査委員会最優秀賞の表彰状が贈られます。テレサ・テンさん、どうぞ。表彰状、第18回全日本有線放送大賞昭和60年度上半期審査委員会最優秀賞、テレサ・テン殿、あなたの歌った愛人は全国の有線放送を通じ最終の多大なリクエストを獲得、歌謡界に尽力された功績は極めて顕著であります。よってこの成果を記念し、ここにこれを表彰します。昭和60年4月14日、全日本有線放送大賞審査委員会委員長、吉田忠です。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年は無内という歌でグランプリ、そしてこの上半期は愛人という歌で審査委員会特別賞に輝きました。テレサ・テンさん、表彰状、副賞の目録、トロフィー、花束が贈られております。
ったですね。本当ですね。ありがとうございます。はい、中森明菜さん、それからテレサーテンさん、はい、本当におめでとうございます。もう一度、大きな拍手をお送りくださいませ。さあ、残る発表は、いよいよ栄光の星座、グランプリお一人でございます。グランプリ受賞はどなたか、固唾をのんで。